ダルース国際空港は、ミネソタ州セントルイス郡、ダルース市街地から北西に5マイルにある、軍民共用の市営空港。ダルースのほか、近隣のウィスコンシン州スペリオルからの利用もある。個人や企業等の非定期航空便の利用が主だが、定期便を乗り入れる、航空会社も3社ある。民間航空会社のほか、ミネソタ州空軍148戦闘部隊が駐留し、 F-16C 戦闘機が配備されている。ダルース市は1929年にセントルイス軍から用地を購入し、640エーカーの敷地に2650フート町の芝生の滑走路を2本整備した上で、翌30年に一般空港として開港した。当初ウィリアムソン・ジョンソン市営空港と称したが、1963年に、 現在のダルース国際空港に改称した。1942年に既存の3滑走路が舗装された。それぞれ全長4000フィート、幅150フィートで30、90、130度の向きに、ほぼ等角度間隔で整備された。1945年には、公兵隊により滑走路の拡張が行われ、9、27及び3。 21滑走路が5699フィートに延長した。1951年には空軍により9-27滑走路がさらに9000フィートに延長され、余白として1000フート分が追加されたほか、完成塔も設けられた。9-27滑走路は、その後1956年に再改装された後、 1966年には1152フィートにまで延長された。初代のターミナルビルは1954年に旧27滑走路の南、3、21滑走路の西に建てられた。床面積は14,200平方フィートで280台分の駐車スペースがあった。1974年にターミナルが建て替えられ、13、31滑走路の 東に税関国際到着便用ターミナルと共に共用を開始した。国際到着便ターミナル建設用地確保のため1331滑走路は2578フィートに切り詰められた。完成後のターミナルが航路と干渉するため1331滑走路は使用停止となった。当該滑走路は1980年に幅を75フィートに縮めて、 タクシーウェイとして利用することとなった。1989年にターミナルが増築され、旧ターミナル部分には否定機航空便用の事務所、連邦航空局、気象局が入居した。敷地面積は3020エーカーに及び、海抜は1428フィート。2本の滑走路を用し1本は9、27方向で、縦1162フィート。 横150フィートのコンクリート舗装、もう1本は3、21方向で、縦5718フィート、横150フィートのアスファルト舗装。2007年6月30日までの12ヶ月で67752回の発着があり、1日あたり185便に相当する。うち76%が民間の非定期航空便。 10%が軍用機、8%が航空タクシー、6%が定期便であった。当該期間に東空港に席を置いたのは86機で、うち60%が単発機、13%が双発機以上、1%がヘリコプター、26%が軍用機。ありがとうございます。